人形町駅は東京都中央区日本橋人形町にある東京地下鉄東京都交通局の駅である。東京メトロの日比谷線と都営地下鉄の浅草線が乗り入れる。駅番号は日比谷線が H14、浅草線が A14 である。日比谷線の人形町駅は 相対式ホーム2面2線を有する地下駅で北千住側に A 線から B 線へ転線できる片渡り線がある。浅草線の人形町駅は島式ホーム1面2線を有する地下駅である。駅開業当初は押上げ方面のみ開業した終着駅で日本橋側の本線が留置、引き上線となっていたため日本橋寄りに両渡り線があった。 東銀座駅までの延伸後は片渡り線に変更され、しばらくは非常用として残されていたが、後に撤去されている。日比谷線と浅草線のホーム番号は当時番号になっている。両線の乗り換えは、一旦改札口を出て切符売り場の前を通過し、もう一方の改札口へ入場する。2017年4月1日に、日比谷線明治座。 人形町交差点方面改札口に隣接して、都営浅草線乗り換え専用改札が設置された。A1A4、出入口と日比谷線の各改札口は、東京メトロが管理し、A5A6 出入り口と、都営浅草線の各改札口は、東京都交通局が管理している。日比谷線に江戸橋、人形町交差点方面改札口にある、メトロ券売機は、 都営地下鉄の管理となっており、メトロ券売機で発売できる乗車券類に制限がある。逆に、日比谷線明治座人形町交差点方面改札口にある都営券売機は東京メトロの管理となっており、都営券売機で発売できる乗車券類に制限がある。地上と改札外を連絡するエレベーターは東京メトロが A3 出入口に設置。 東京都交通局が A6 出入り口に設置している。改札外とホーム会が同一である日比谷線の乗客は北千住方面ホームへは A3 出入口エレベーター、中目黒方面ホームへは A6 出入り口エレベーターを利用することにより、各ホームへは車椅子利用者などでも特別な介助がなくても地上から移動することができる。都営浅草線のホームは 日比谷線の改札口、ホームの直下にあり、A3 出入口、または A6 で入り口のエレベーターにより、地上から改札外に移動した後、改札内にあるエレベーターによって、ホームへと移動することになる。A1A2 出入口及び水天宮前交差点方面改札口は、日比谷線の乗客専用とされ、水天宮前交差点方面改札口と、 人形町交差点方面改札口等を連絡する改札外通路はない。以前には A1A2 出入口に都営浅草線乗り場ではありませんと表記された大きなポスターが掲出されていたが乗り換え専用改札の共用が開始された2017年4月1日から IC カード利用者に限り浅草線と日比谷線の構内を通過できるサービスの導入がされた。 A1 出入口は、エスカレーターエレベーター設置の工事のため、2018年3月17日より、閉鎖されている。浅草線の駅業務は、幕露駅、つとむ管区の管轄で、東京都へ交通協力会に委託されている。かつては、新橋駅、つとむ管理所人形町駅、つとむ区として、宝町東日本橋間の各駅を管理していた。 日比谷線の駅業務は上野駅、ストムカンクか場町地域の管轄である。全ホームで発車メロディを使用している。浅草線ホームでは2019年3月9日より都営地下鉄共通の発車メロディを使用している。日比谷線ホームでは2020年2月7日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。近年の1日平均乗降人員の推移は下表の通りである。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。最寄り停留所は、人形町通りにある、人形町3丁目、及び、甘酒横丁にある、人形町1丁目である。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局と、日の丸自動車工業により運行されている。地名の、日本橋人形町から。 人形町の地名の由来は日本橋人形町の校を参照注釈出展。ありがとうございます。